人間っていうのはですね、自分で何を買いたいっていうのを分かってる人って 5% だけなんですよ。皆さんもね、自分で、今日スーパーに行って何を買うって分かってるのって 5% なんですよ。本当？思うじゃないですか。コンビニもそうなんですよ。コンビニもね、何を買いにコンビニに行くっていうのは決まってるんだけども、実際にこれが必要だって自分で分かってる人って 5% しかない。残りの 95% は買わされてるんですよ。だってコンビニに入ってる時点でおかしいんですよ。例えばですよ、皆さんが牛乳を買います。100メートル先のスーパーでは130円です。でもコンビニでは150円です。でもコンビニに入ってるよね。それってなんでかっていうと、皆さんがコンビニを選んでると思ってるんですけども、皆さんはコンビニに集客されてるんですよ。マーケティングされてるんですよ。だって20円捨ててもコンビニに入るんですよ。それって1個のコンビニのマーケティングなんですよ。だこういう風に何を買ってるか、なんでそこに行ってるか、人間ってね、基本的に脳みそ働いてないんですよ。だから脳みそ働いてないからこそ買わせやすいんですよ。しっかりとこの脳科学に基づいて言えばね。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。